はい、どうも、GO! の GOGOTV です。今回はコンプリートセレクションモディフィケーション変身ベルトアークルの評価フォームの変身音を聞いていきたいと思います。ではもう早速やっていきたいと思います。はい、前回は通常フォームの変身遊びをやってまいりましたが、今回は強化フォーム系の変身遊びをやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。まずは変身後状態での金の力ライジングフォーム変身遊びということでやっていきたいと思います。では電源オンにして、こちらはノーマルモードでの電源オンにして、で、とりあえずどのフォームでもいいんで、まずはグロイングフォームでいきましょうか。はい、これでグロイングフォームに変身したんですけど、グロイングフォームに変身した場合は、このライジングアークルアーマー、こちらを装着しますと、ライジングマイティに変身します。ちょっとやってみましょうか。はい、これでライジングマイティに変身いたしました。で、この状態でこのライジングアークルアーマーを取りますと、今、マイティフォームに戻ったんですけど、グロイングフォームの場合は、このグロイングフォームでライジングマイティに変身した際は、この退化した場合は、マイティフォームに退化するという感じになっております。こんな感じですね。ちょっと特殊なんですね、グロイングフォームだけ。では、この後はドラゴンやってみましょうか。では、ライジングドラゴン。では行きましょう。はい、これでライジングドラゴンに変身いたしました。で、ちなみにこれ説明書に書いてあるんですけど、ライジングドラゴンとライジングペガサスとライジングタイタンは音声が共通らしいです。なんで一回取って、で、ペガサスフォームに変身して、この音が一緒らしいんですよね。で、せっかくなんで、ライジングタイタンもやります。で、ライジングタイタンと。いや、めちゃくちゃ電撃が走ってますね。はい、という感じで、こんな感じで変身することができます。で、ちなみにもうこの状態でもフォームチェンジができるんですけども、とりあえずやってないのが、これボタン長押しすると30秒制限ありバージョンに変身して、30秒後に体感音とともにライジング構えのフォームに変化しますという感じに書いてありますんで、今これライジングタイタン状態なんで、とりあえずライジングマイティに変身してみましょうか。これ長押しします。で、あとは赤外線に手当てたら、超電車。で、これで30秒を放っておくと退化します。はい、こんな感じで退化する感じになっております。で、今これマイティフォームに戻りましたね。はい、という感じですね。一個取って、はい、で、これでまたライジングマイティに戻ったんですけども、とりあえずこれライジングマイティ、ライジングドラゴン、ライジングタイタンは共通なんですけども、ライジングペガサスだけ30秒経つとグロイングフォームに戻るんで、ちょっとやってみましょうか。長押しで超変身。で、これで30秒経つとグロイングフォームに戻る感じですね。はい、ということで退化してグロイングフォームに戻りました。こんな感じですね。
まあ、とりあえずフォームチェンジとかの遊び方はこんな感じですね。とりあえず一通りやった感じです。では次必殺技やっていきましょう。とりあえずまあライジングマイティからやっていきたいと思います。はい、ではライジングマイティからやっていきましょう。では、はい、これでライジングマイティになりましたんで、まあ、必殺技なんですけど、まあ、このボタンを押せばあの必殺技出ます。で、赤外線でやっても出るんですけど、赤外線でやるとそのままあの直接必殺技が出てしまう形になりますんで、まあ、必殺技ボタンを押したいと思います。まあ、これはあの普通の通常フォームの時と同じ感じになっております。では必殺技、はい、ということでこれがライジングマイティキックですね。長いですね。めちゃくちゃ長くなっております。とりあえずまあライジングマイティは必殺技一種類になっております。では次はライジングドラゴン、ライジングドラゴンは2音編成ですね。ライジングドラゴンロッド出現音とライジングスプラッシュドラゴン必殺技音という感じになっております。からの2音目、はい、こんな感じになっております。では次はライジングペガサス、こちらはライジングペガサスボウガン出現音とライジングブラストペガサスの2音編成ですね。2音目、はい、ライジングペガサスはこんな感じになっております。では次はライジングタイタン、はい、ライジングタイタンになりましたんで、こちらはもう2音編成ですね。ライジングタイタンソード出現音とライジングカラミティタイタン必殺技が入っております。では1音目からの2音目、はい、ということでライジングタイタンはこのような感じになっております。では次は黒の金のクーガアメージングマイティへの変身遊びやっていきましょう。とりあえずライジングマイティに変身します。はい、これでライジングマイティに変身したんで、またこの赤ボタンを長押しします。はい、これで変身の準備は整ったんで、まあ、変身ボタンを押すか赤外線で反応させると、はい、これでアメージングマイティに変身いたしました。
ではこれも必殺技やっていきましょうか。これも手順は一緒ですね。とりあえず赤ボタンを押して、今この変身ボタンを押すか、赤外線に手をかざせば、はい、これで必殺技発動という感じになっております。めちゃくちゃ音声長かったですね。はい、こんな感じになっております。で、ちなみに今これライジングペガサスにしてあるんですけども、通常フォームの変身遊びの時でもやったんですけども、このライジングペガサスでも超感覚遊びができるんで、やってみたいと思います。この緑と紫同時押しで、はい、こんな感じで超感覚遊びをすることができます。これは、特に音声の変更とかはありませんね。ライジングでやってもペガサスフォームでやっても同じ感じになっております。では変身解除で、次なんですけども、変身前状態からのライジングアークルでの変身ということで、これもやっていきたいと思います。もう今変身解除した状態なんで、どのフォームにもなってない状態でやっていきます。では、とりあえず、ライジングマイティからやっていくんですけど、ライジングマイティは2パターンありますね。ここの何も押さずに、この変身ボタンを押すのと、はい、あとは、もう一回変身解除して、で、あともう一つは通常のマイティフォームと同様、この赤ボタンを押して、かざして、はい、という2パターンがあります。では、他のフォームをやっていきましょう。はい、という感じで、これが直接ライジングフォームに変身する変身遊びになっております。はい、ライジングアークルを使っては以上ですね。では次はアルティメットアークルを使って変身遊びやっていきましょう。はい、ということで、アルティメットアークルをつける準備ができました。ここの装飾を変更いたしました。だいぶこれだけでも雰囲気が変わりましたね。では、アルティメットアークルを装着しましょう。これでもあとは赤外線に手をかざして変身ボタンを押せば、もうアルティメットフォームに変身できる感じになります。ではやってみましょう。これがベルト出現音ですね。で、あとは変身ボタンを押す。これでアルティメットフォームに変身いたしました。では、必殺技遊びやっていきましょう。必殺技が一応3個あるんですね。ではやっていきましょう。まずは1回目。
はい、これが超自然発火能力音という感じになっております。では2回目。はい、これが格闘音ですね。で、3回目が、これがベルトへのパンチ攻撃音という感じになっております。とりあえず、アルティメットフォームの変身はこんな感じですね。で、次なんですけども、次は D モードを使ってのアルティメットアークルでの変身遊び、必殺技遊びということで、まあ、基本的に多分ディケイド版のクーガのフォームの、変身になるんじゃないかなと思いますので、そちらやっていきたいと思います。はい、では D モードでの遊びやっていきましょう。これ今まだノーマルモードにしてあるんで、一回電源を切って一番奥に、これで D モードになりましたんで、やっていきましょう。まずは、ライジングアルティメット、ダークアイですね。やっていきましょう。これはとりあえず何も変身状態でも何もない状態の時に、このアルティメットアクルを装着。で、この状態で LED が発光したんで、もうこのまま変身ボタンを押せば。これで、ライジングアルティメット、ダークアイに変身いたしました。もう一回押すと必殺技がなります。はい、これが必殺技ですね。暗黒小波動必殺技音がなりますって書いてあります。とりあえずライジングアルティメットダークアイはこんな感じになっております。では次はライジングアルティメットレッドアイをやっていきましょう。こちらも何も変身もしてない状態でつけまして、で、これで赤外線センサーかざして、待機音が鳴ってる状態で、これは変身ボタンじゃなくて、この BGM ボタンをもう軽く押す感じですね。軽くポンと押す感じでやれば変身できます。はい、こんな感じでライジングアルティメットレッドアイに変身いたしました。ちなみにこの BGM ボタンはポンと押さないと、長押ししちゃうとBGM スタンバイモードになっちゃうんで、そこはご注意くださいっていうふうに書いてあります。で、変身後に今度はこちらの変身ボタンを押すと、必殺技のライジングアルティメットマイティキックが炸裂する感じになっております。はい、こんな感じになっております。ライジングアルティメットレッドアイはこんな感じになっております。はい、では次はアルティメットフォームダークアイディケイド第2話バージョンということでやっていきたいと思います。こちらはどのフォームでもいいんですけども、とりあえず変身した状態で、はい、これで今マイティフォームに変身した状態で、こちらのアルティメットアクルをつけて、で、これでもうこの状態で変身ボタンか、赤外線センサーを反応させれば変身できる感じになっております。はい、これでアルティメットフォームダークアイディケイド第2話バージョンの変身音が鳴った感じになっております。で、こちらもまた変身ボタンを押しますと、パンチ必殺技音とアルティメットゴーラム変形音が交互になりますということで、聞いていきましょうか。これがパンチ必殺技音ですね。で、これがアルティメットゴーラム変形音ですね。という感じになっております。はい、では次はアルティメットフォームダークアイディケイド最終話バージョン、こちらに変身していきたいと思います。こちらも特に何も変身した状態ではなくて、この赤いボタンだけ先に押して、で、変身せずにかぶせて、で、このまま変身ボタンを押します。
はい、これでアルティメットフォーム、ダークアイ・ディケイド最終話バージョンに変身いたしました。で、こちらも必殺技は先ほどのディケイドの2話バージョンと同じで、まあ、交互になる感じですね。パンチ必殺技音とアルティメットゴーラムの変形音が交互になる感じになっております。これがパンチ必殺技音ですね。で、これがアルティメットゴーラム変形音が鳴る感じになっております。はい、これで最後になるんですけども、最後はアルティメットフォームダークアイムービー対戦2010バージョンということでやっていきましょう。これも特に変身とかしない状態でこちらをかぶせまして、で、今度は赤外線でかざしまして、大気音が流れ出すんで、これで変身ボタンを押します。はい、これでアルティメットフォームダークアイムービー対戦2010バージョンに変身いたしました。で、こちらも必殺技はパンチ必殺技音とアルティメットゴーラム変形音が鳴る感じになっております。で、次がはい、こんな感じでアルティメットゴーラム変形音が鳴る感じになっております。とりあえずこれで一通りの遊び方が終わった感じになっております。はい、これでとりあえず一通りの遊び方は終わったんですけども、 BGM 遊びで BGM スタンバイモードというのがあるんですけど、そちらの12個目の音声がなんか赤の空がマイティフォーム変身音エピソード2バージョンを発動した際、ちょうど変身音の後に BGM が鳴り始めますっていう、なんかちょっとそういう熱いものがあったんで、ちょっとそれだけやってみたいと思います。ただまあ BGM に関しては、まあ、鳴り始めてちょっとしたら切ると思いますんで、やってみましょうか。まあ、BGM 遊びは前回の動画でお話はしたんで、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ここですね。で、ここで、確か、2話の変身音は、どうやってやるんやったかな。あ、同時押しっす。これで。はい、という感じの雰囲気を味わうことができます。いやー、こういうのは素晴らしいですね。はい、ということで、まあとりあえず一通り終わったという感じになっております。はい、ということで今回は仮面ライダークーガの強化フォーム系の変身音を聞いてまいりましたが、いやー楽しいですね。もうこれぐらいシンプルなベルトでも本当にこれだけ遊びごたえがあるのは非常に楽しいですね。いや本当にいいと思います。本当にもう平成が最後で、まあ、ジオが一応最後とは言われてるんですけど、もう次の年号のライダーはまたこの昭和とかこの平成初期ぐらいの感じの、こういうちょっとシンプルめなベルトのライダーが流行るんじゃないかなと個人的には思うんで、そういう意向でしてもらいたいなと思います。こう新年号を機にそういう感じにまた方向転換していただければ非常に嬉しいかなと思います。はい、ということでまだもう一つあるんですよね、この一条さんの携帯。こちらの方がだいたい収録音声が60から70ぐらいの収録音声が入っておりますんで、またこちらも次の動画で撮っていこうかなと思っておりますんで、またこちらもよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。